こんにちは。大阪でお菓子教室をしていますひすなずたです。今日は、気に入ってる包装資材の、会社についてご紹介したいと思います。お菓子をしている人は必ず何か包装して誰かにあげるとかされると思うんですけど、その時になんかちょっと気の利いた袋とか箱とかが欲しいなと思われると思います。で、私はよく使っているのがヘッツという会社の商品をよく使っています。こういう、まあ、これちょっとした袋とかね、見たことある人あるかも。ちょっと英語が書いてたりとか、ちょっとこういうストライプの袋とか、この袋類はすごい私よく使うんですけど、こういうストライプのとか、あとはちょっとこういうアイデア商品もすごいたくさんあって、ここに何か入れると中身が見えるっていう面白い、こういうの買ってるんですけれども、今日はベーシックコース体験だったので、体験の方ここにブールドネージュを入れてお渡ししています。これもこんな感じになるんですね。で、こういう可愛い、箱とかもあります。なんかちょっとしたことがすごい気が利いてて、可愛いものがたくさんあります。で、私なんと家からですね、自転車で15分とか20分ぐらいの距離でヘッズさんがあって、自転車でコキコキこいでヘッズさんのところにご相談になんと行かせていただいているという。で、毎月ですね、カタログがいろいろ届くんですけど、例えばこれですよね。で、もうめっちゃ可愛い、さっきのクマさんのがいろいろ展開されてて、提案もいっぱい載ってたりするので、ネットで探すとちゃんと、いいホームページ、通販サイトもあるので探していただいたいんですけど、これが担当の今浦さんです。いつも年末ギフトボックスはここに頼んでて、この今浦さんにいつも相談してサイズとか言って、提案していただいて箱が決まるという、人もすっごいいいですし、あとはもう持ってる商品も素晴らしいし、社長さんにお会いしたこともあるんですけれども、すごいね、気さくにお話ししていただける、なんだろう、すごいいい会社だなっていつも思ってます。そこの商品はもう本当に愛にあふれてるような気がするので、よかったら使ってみてください。